で、あ、下穴開けてますね、今。この電振動ドリルで。黒もかっこいいですよね、これ、モダンな感じでね。中山コーティングの塗装ブログ。皆さんどうもこんにちは、中山コーティングのゆうちと申します。本日はですね、エバーアートボード高匠というですね、メーカーさんから出ている特殊なですね、美しい表情と耐候性を備えたこのボードですね。厚さはこんなものですごく薄いんですけれども、非常に耐候性も高くですね、またデザイン性にも優れたエバーアートボードですね、施工してまいりましたということでですね、また動画を撮ってきてくださっているので、そちらの方一緒に見ながらですね、紹介させていただければと思います。それでは、早速スタートしたいと思います。はい、スタート。はい、今様手のエバーアートボード施工現場の動画撮影させていただいております。西野です。で、ライトのはい、西尾くんが撮ってます。これ今何されてるんですか？接着剤の、はい、接着剤だそうです。前回の件は確かサイリングにエバーボードが貼っていたと思うんですけど、今回のサムテタイプじゃないですか、はい、なんか違いとかポイントとかありますか？そうですね、タイルなんて振動ドリルです。振動ドリル、はい、ビスでね、サイリングだったら、はい、あタイルなんで振動ドリルで下穴をまず開けてからビスを打っていくということですね。まあ、そこでね、一手間かかってますよと。普通にサイリングに貼るので、これですね、このボードもかなりね、これかなり立体的ですよね。この元々のタイプの殻が見えてますね。ここにこのエヴァーボードがさあどうでしょう、ね、タイルの上に貼ることでですね、水をですね、このタイルの目地からですね、この目地の部分から水が入っていくのを防げるということですね。で、最初にこう枠ですね、枠をやって、でこう貼るとかね、こういうのを、ね、まあ、枠にね、しっかりはめ込んでいく。これがね、結構大変ではあるんですけれどもね。入りました。それはさすが大工さんですね。あ、入ってきます、入ってきます。しっかりと入ってきますよね。どうですか、いけそうですか？リアルですよね、これ。もうこんなに、こんなに薄っぺらく見えるのにかなり丈夫ですし、やっぱその分軽いので、本当軽いので、あんまり建物に重さがかからないっていうのも非常に優れているポイントもありますね。さあ、いろんな柄がございます。こういうコンビネーションですね。こういう風に今しっかりと接着剤を入れていますね。さあ、こういった白い柄もありますね。アイボリーウッドですね。さあ、これ結構表面もザラザラしてて、エバーアートボードクラシックグリーン、緑と緑と黄色ポイントとか、まあ、よくあると思うんですよね。動画の中ではかなり RC スリータ RC 調ですね。RC スリータなんか本来は存在しえないようです。今叩いたのは何かポイントがあるんですか？風強いですね、この日かなり風が強いので。大工さんの声ほとんど聞こえないですけど ね、大工さんも今必死に叩いて作業してるんで、そんな声まで張り上げてっていうのは難しいですよね。さあ、動画はまた継ぎ目のコーキングですね。継ぎ目のコーキングを打って、ここからですね、また焼くものを入れていくということですね。この間にこれは今また接着剤を入れてるんですね。で、この焼くものですね、入れ込んで挿入して、で、金具差し込む、いや、本当にデザインのおしゃれなんだね。で、あ、下穴開けてますね、今。この振動ドリルで、ね、これでしっかり下穴を開けておかないとビスが通っていかないので、タイルの中にはね。まあ、このスタイルというよりか、こ
目地の部分ですね、目地の背面の部分に下穴を開けてビスを止めていく、ね、これがサイディングとは違う。これがさっき言ってたドリルですね。何っていう振動振動普段の大工仕事の要領と一緒ですよね。確かにこれね、ちょっとでも大きさが違ってしまうとね合わないんでね、きっちり寸法を測って切っております。まっすぐ切れるもんなんですね。そうですね、プロだから。なんかロジックがあるんですか。あ、この商品ってそうね。はい、うん、あ、もういっぱい勉強させてもらったみたいですね。ここに合うっていう感じで。あ、なるほど、これで正確に切れるんですね。はい、ありがとうございます。面白いですよね、でもこういう大工ポジット。お、そしてビフォーアフターとだいぶね、もうおしゃれ、なんか洋風な感じにね、まあもちろん和風な柄もあるんですけれども、かなり洋風な感じで、でこの黒ですね、黒もかっこいいですよね。これモダンな感じでね、この白黒スタイルね、本当もう何年か前からずっと流行ってますので、やっぱ白黒スタイルかっこいいしおしゃれですよね。これで終わっておりますというような感じでですね、まあ、このエヴァーアートボードですね、本当にいろんな、まあ、今ちょっと和風系のが多いんで、じゃ例えば、あ、これですかね、ランダムストーンブラック、これですね、実際にこちらのお宅で、施工させていただいたものですね。あとこういうやつですね、普通のタイルみたいなランダムストーンのブラウンですね、とホワイトですね、ホワイトもおしゃれですね、これ本当にこういうバーなんかに貼ったらより一層おしゃれにですね、お酒が楽しめるんじゃないかなと思います。エヴァーアートボードカフェモカですね、ほんといろんなシーンに合わせてですね、絵柄も選んでいただける単色タイル調ですね、で木目調で和柄、あと塗り壁風とかですね、本当にタイル貼ってるのかっていうぐらいリアルなので、そういったデザイン性も楽しめるっていうのもですね、本当に非常におすすめの点でございます。はい、ということでですね、今回はこちらのエヴァーアートボードですね、紹介させていただきました。ポイントをですね、まとめさせていただきたいと思います。一つ、美しい表情と耐候性に優れている、とても薄型で軽量の耐久性抜群のパネルとなっております。二つ、全88色の美しいデザインがですね、選び放題となっております。でですね、色が変わったからといって施工性が変わるわけでもないので、もうほんと自由に選んでいただけます。お客様の望み通りにですね、デザインを楽しんでいただけたらよろしいかと思います。3つですね、本当にいろんな場所に施工が可能なので、その施工性も踏まえてですね、もういろんな場所でこのデザインを楽しんでいただくことも可能となっております。そして4つ目ですね、メーカー保証が10年ということでですね、この4点ですね、押さえていただいてですね、ぜひですね、エヴァーアートボードの方で施工をお考えになられた場合は、中山コーティングの方に問い合わせていただければと思います。ということで、今回は高翔さんから出ているエヴァーアートボードの施工の動画と一緒に商品の紹介をさせていただきました。気になったら ぜひお気軽に問い合わせくださればと思います。今週はこれで終わりにしたいと思いますので、また来週お会いしましょう。バイバイ。